で来たんで、なんとかね、先週ドームでね、首位のね、湘南さん、ちょっとぶっ潰したんで、ぶっ潰してきたんで、あ、今日の相手がちょっと、東京さんなんで、まあまあ、まあいろいろ大変かもしれないですけど、まあ過去最後、うちらなんで、まあまあ条件はまあ相手がどことか、関係なく、あとまあ俺は4つ、まあ全部勝ってくるだけなんで、してまあ、今日、そら集まりがやばくないマジで、なんか、もうまあそのテンションのまま、まあ試合90分ぶつけてくれれば、今日だって、ホームゲームでしょ？マジでちょっとペルティぶっ潰そうだよ。おいペルティぶっ潰そうだ、ぶっ潰そうだ、そうだろう、コンサドーレ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 、持ってきた気持ちっていうのを、まあ、存分にそのテンションで出し続ければ、
絶対選手は足動いてくれるんで、まあ本当リップサービスか分かんないけど、やっぱり徳良選手とかも最後のところはサポーターの声があって、それがもし本当だったとすれば12番目の選手っていう存在は多分必ず今日ここで証明することができると思うんで、そこの気持ちさえ持ってればね、こんだけ集まったのからさ、一つにならずにはいられないでしょ。まあここでやりたかったら、ね、一つにすることはできないんで、まあちょっとね、今一発ここ最後で、ね、思い切り声出して、ちょっと俺らが一つにならないと始まらないんで。今日持ってきた気持ちを忘れないで、全然無理じゃないよ。